コーヒー。ああ、豆から引いているものなのよ。あまり馴染みがないかな。気に入ってくれればいいが、そんなもの口にしたことはない。コーヒー飲んだことないのか、グルなのに。ああまあ、ずっとお兄さんとその日暮らししてたら、あれか、コーヒーなんて知る由もないんだよな。人の肉しか食べることは、できないはず。しか食べることはできないはず。さあどうぞ。まあそれはまずいもんな。金木も最初そうだったもんな。飲んでる飲んでる。音が美味しい。なんだお前その角度やめろ。お前ギャルゲのヒロインみたいなその角度やめろ。お前シャフドっぽいぞ。美味しそうに飲んでくれて、飲んでもらえて嬉しいよ。いくらでもおかわりしてくれていい。店長ヒロインポジなのかこのゲームで。やめろお前マジで。ありがとうございます。いえいえ、それではお互い自己紹介していこうか。うん、吉村、アンティークという喫茶店で私は店長しているよ。そうだね、フロアになっているからね。まあこれの説明もいいかな。グールが喫茶店をやっている。昨晩傷ついた状態で倒れていた君を、私の店の者が見つけたんだ。どうかちゃんかな、金木かな。具合の悪いと調子の悪いところはあるかい。いえ、それならよかった。お、洗濯か。そうだね、あ、なんか変わるのかな、これでこの先の展開が。これだ、騒ぎを知っているか。ああ、青霧の木による襲撃騒ぎがあったと聞いたよ。そして多くの危険なグーグルが脱走したとか。まあ感づいてるだろうな。そうだよそうだよ。一瞬答えるのためらった、戸惑った。本当に全てを話していいのか。いや、つながってないだろ。でも僕は吉村さんの穏やかな物腰に彼なら信用できるような気していた。はい、騒ぎに紛れて逃げてきました。なるほど、そういうことか。君がやけにボロボロだったのも納得がいったよ。大変だったね。いえ、ありがとうございます、助けていただいて。お、また洗濯か。ああ、これなんかあれだ、この特に知りたいことはないっていうやつを選ばないとダメなパターンかな。ならいいんだ。今度はこちらから質問してもいいかい。なぜコクリアに囚われていたんだい。実は、おお、ジェイル、間違われて囚われていたと。僕を助けるために兄は自分がジェイルだと名乗って捕らえられたそうです。僕は兄さんを助けたい。そうだね、歴史的に見てもその通りだ。コクリアから兄を助け出すなんて到底不可能なことだろう。成功法では通用しない。木島が見せたジェイルへの執念、あれを利用すれば。ああ、ジェイルさえ捕まえられればそれでいいと。兄を交換してもいい。いやでもそれは嘘だろ、普通に考えて。ああそうだな、でもグール、一回捕まえたグールを逃がすなんてそんなのありえるのかな。本物のジェイルとお兄さんの身柄を交換か。そのジェイルというのは凶悪なグールなんだろう。その通りだ。そうだね。でも僕はぐっと両手に力を込める。今もあのコクリアで兄が苦しんでいる。僕を助けるために自らを差し出した兄が、そうだね、今度は僕が兄さんを助ける番だ。かっこいい。若干金木っぽいな、喋り方っていうか考え方っていうか。そこら辺が。協力しよう。え、今初めて声出したんじゃないか。見捨てるつもりであれば最初から助けはしないよ。いいんですか。わ、また出た、ギャルゲータイじゃねえわ。やめろお前。ありがとうございます。ありがとうございます。お、なんか喋るようになってきたぞリオ。まさかクールの世界にこんな親切な人がいるなんて思いもしなかった。思わぬ善意に涙が溢れそうになる。それじゃあ手助けする代わりにとして君には
お、またこれあれか、バイトしろの流れかな。僕でよければですけど、働いたことないので、うん、あ、そうだ、肝心なことを聞き忘れていたよ。君の名前は？リオ。僕はリオです。では、リオくん、よろしく頼むよ。コーヒーおかわりいただいてもいいですか？もちろん。お、勢ぞろいだな。そんな冷たい待て待て、入り見さんの目冷たすぎだろ。ちょっと待って。いや、まあ、そのこいつは誰だとばかりに視線が突き刺さるはわかる。まあ、どうかわかる。駒さんわかる。錦もわかる。入り見さんひどない？なんか顔。もうお前一番優しそうな気するけどな。こんな職場だったっけ。リオです。名字はありません。よろしくお願いします。顔、お、かわいい、かわいいね。スカート短くないか。店長、野良猫じゃないんだから、そんな、また突然拾ってきて。ああ、まあ、そうだよな。なんか結構最初店員は3人ぐらいだったような気がするけど、どんどん増えていってるよね。まあまあ、吉村さんは昔からそういうところがあるからね。リオくん、こちらはトウカちゃん。かわいい、きつい印象ではあるが、整った顔立ちの女の子だ。かわいい。年も近いだろうから、きっといろいろ教えてくれるよ。あ、スカートじゃねえのか。クソ、スカート短いとか思ってたら、スカートじゃねえわ。そういやな、こういうところでは。ん、んってなんだ、んって。なんとも釣れない反応だ。出た。店のことなら僕にお任せあれ。何でも聞いてくれ、リオくん。あ、よろしくお願いします。コマくん、一番の古株だ。彼の言う通り、わからないことがあれば何でも聞くといい。どうも。かやさん、リオくん。コマさん、顔でかいな。なんかバランス悪ないか。あ、相当でかいぞ。話してたところなんだけど、経験豊富だからいろいろ教えてもらってね。うっすうまくそ。視線の先にはメガネをかけたスラッとした青年が立っている。彼は大学に通っているんだ。勉強のことで興味があれば、もしかしたら教えてくれるかもね。態度悪いな。おい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 、クソは良くないよ。クソ錦。お前もな、トウカちゃんもね。それじゃあ私は少し用事で出るから店を頼むよ。リオくん、上の部屋は好きに使っていいからね。店長、こいついきなり働かせるんですか？ああ、今まで働いたことも人間社会に紛れたこともないようだから、ゆっくり教えてあげてくれるかな。店に立つのはそれからでいいよ。了解。それじゃあよろしく頼むね。じゃあまずは食器磨きから。コーヒーカップとソーサーをきれいに磨いておくの。ああ、そら分からねえよな。怒ってる怒ってるぞ。丁寧に説明してくれた。怖いけど本当は優しいのかな。そうだよ、トガちゃん優しいんだよ。ツンデレなんで、ツンデレ。いいね。感慨深いわね。また喧嘩始まるぞ、こんなこと言ったら。いっぺんに言って覚えられるわけねえだろ。うるせえな、クソ錦。じゃあてめえがやれ。いつも喧嘩してんな。コミュニケーションを取るのだろうか。うん、そのくらいできれば問題ないんじゃない。問題は接客かしらね。やったことないときついわ。あー、リオのこの制服姿見てみたいな。っていうか、まだリオ出てきてなくないか、普通に。一
人前に出ることですら、心臓が縮み上がりそうだ。当たり前のようにそれをこなせるアンテイクの人たちは心底すごいと思った。まあまあゆっくりやっていけばいいよ。この魔炎が君を一人前にしてあげるからね。そう、魔炎魔炎ってさ、最初アニメでアニメから入ったんですけど、アニメで言ってたから、なんだと思ってて、原作買って、あ、なるほどねって思ったよね、感じ見て。服や靴もどこかで盗んできたものだ。あんな立派な服が。あ、まだ制服は着てなかったのか。生活の必需品ね。うん、そういやお前マスクは。ああ、マスク。だってお前、ここに来る前にグール捜査官と戦って負けたんだろ。その時マスクはどうしたんだ。ああ、つけてないんだよね、多分。捕まってたしな、まず。うん。お、これなんか、聞いたことあるフレーズだな。顔がバレるというのは致命的だ。作り上げてきた生活が、壁界かな、なので彼らは食事の調達の際に失敗するリスクを考えてマスクをする。歴界、うん、どっちだろうな、さっきの。万が一グール捜査官と対峙した時にも同様だ。マスク作りに行くのかな、ということは、やつが出てくるんじゃないだろうかな。実際そうやって今まで生きてきた。ボロ布で作った手製のマスクか。これは作りに行く。ああ、でも今更作ってもって考えもあるのかな。うたさんの店に案内、お、行くのかい。なんか本当金木っぽい流れなんだけど、これ先輩だからな。どうしていいか分からず、トウカさんがこちらをきっと睨みつけた。ちこれあれだね、あのパターンだね。うん、東京グールファンならお分かりのはずだけど、よろしくお願いします。駅前だっけ。あれ、待ち合わせの下りは、おい、そこをカットすんのか。どうも。あ、トウカちゃん新調したんだ、マスク。うわ、歌さんだ。こっちのやつです。はじめまして。こいつリオです、アンテイクの新人。金木、歌でーす。よろしくね、リオくん。こいつマスクを持っていないそうだから作ってあげてほしいんです。お願いします。うん、いいよ、じゃあ座って。ああ、これあれだね、いろいろリオから聞き出されるっていう。ああ、ほら来た、質問いい。気は長い方だ。そうかも。そうだと思った。これで短期だったら詐欺でしょ。まあそうだね。ストレス発散するならどっち。あー、体を動かすかな。これも後々の展開になんか関係してくんのかな。物は多くは持たない主義。恋人には尽くすタイプだ。何でもしてあげたい。暑苦しそう。なんでだよ。いいね。ピュアだね。すごくいいと思う。尽くされるのもいいな。海で乗ってたボートが沈みそう。どうする？ああ、そうだな。まあ、最後までボートにしがみつく。いや、思い切って海にダイブ。思い切ったね。はい。泳げるの？努力はしてみます。飼うならどっち？ゾウ、ライオン。ライオンだろ。猫だし。あんたみたいなのすぐ食われそうだけど。グールって美味しいのかな？お前、共食いしたことないの？道ですれ違いざまに誰かとぶつかった。その相手は？未来の恋人。
ロマンがあるんじゃないかな。夢抱きすぎじゃない？すみません。すげえトウカちゃん突っ込んでくんな。いいと思うよそういう出会いも。湖に落とし物したそれは。おい待て、落とし物ってお前母親も物扱いすんじゃねえ。しかも親友まで。どうしよう、母親でいいや。どんな質問なんですか。白状だね。なんで落としたの。グル捜査官に追われています。気をつけば倒せそうだけど。そうだな、気づかれないように逃げるかな。倒せばいいのに。優しいね君は。やめたいのにやめられないことがある。あーない、別にタバコとか依存してないし。僕はあるな。何ですか。マスク作りとか、あといろいろ。やめたいのか。最後、失うならどこ。いい、何これ急に4択になったんだけど。目はダメでしょ。でも片目、両目だったら嫌だけど片目だったらまあまあって感じあるな。下はダメだな、喋れなくなる。鼻どこも嫌だわ。鼻はさ、その体のそら見た目にさ、なんていうの、関わるからさ、体じゃない顔のさ。まあ耳かな、耳か目なんだよね、2つあるからさ。まあ耳でいくか。何も聞こえなくなるけど、えちょ待って、耳を失ってもさ、別に鼓膜まで取られるわけじゃないけど、何も聞こえなくなるけど平気？平気ではないですけど、目も鼻も舌も食事に関わるから。ああなるほどね、そういうことか。食べることってとっても大事だと思うので。そういう発想には至らなかったな。ありがとうございます。よろしくお願いします。これでなんかマスクの見た目があれなのかな、変わったりすんのか。それだったらすごいぞ。一個だけ好きな動物聞かれてウサギって言ったんでしょ。ウサギが好きだって答えたらウサギのお面作られたけど。つけるんですかそのお面。かわいい。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。声が小さい。いらっしゃいませ。いらさいませ。噛むな。厳しいな。出た出た、ヒデ。あー察しがいいやつ来たよ。誰だろう、知り合いかな。グール、それともチラリとトウカさんに目くばする。どっかいつもと違う彼女の雰囲気で察した。彼は人間だ。長近秀吉、よくここに来るんだ。ヒデでいいぜ。リオです。おとなしい感じっすね。すみません。なんで謝るんだろうか。ありがとうございます。おお、ありがとうございました。声が小さい。すみません。仕方ないのかもしれないけどね。私もそうだったし、トウカさんもずっとこうやって人に紛れて生きてきたわけではないのだろうか。余計なことを言ったと言わんばかりにトウカさんはムスッとした顔つきになった。にしても私は最初からちゃんとできたけど。ですよね、多分愛想がない店員だと思われてます僕。はじめはみんなそんなものだよ。店長が背後から声をかける。トウカちゃんも最初そうだったし。あちょ話が違う。まあそうだよね、トウカちゃんは最初なんか尖ってたよね。それでコーヒーを入れる方はどうかな。最強に不器用。ああ親、お湯を入れる前から手ブルブル震えさせて。その何事も経験だね。ああそうだ、まあ出た出た出た。なんでお前らなんか背合わせになるんだ。そうだ、歌くんから。おもうマスクできたのか。ずいぶん早いですね。ずいぶん声が明るかったから調子よくすんだろう。昨日じゃないの。違うのかな、数日経ってんのかな。トウカちゃんまさか。ああそうか、付き添ってあげなくちゃね。あそこって危険な区なんだよね。4区だった、11区だったっけ、わからん、忘れた。どうせ断れないんでしょ。よろしくお願いします。はいはい、わかりました。あやべ、飛ばしちゃった。ついでに街を案内してあげるといい。くれぐれも迷子にならないようにね。ったく、ガキじゃないんだから。
あーでも俺も最初東京行った時は本当に迷ったっていうか全然分かんなかったな、電車の乗り方とか。乗り方が分かんないというよりその路線とかうまく読めなかった。駅で迷子になったからな。どうかしましたから。別に、ほら行くよ。もう行くのか。お、なんだこれ、びっくりした。ずっと話かと思ってたらこういう感じなのね。あ、でも1個しか空出てないから移動しよう。ここまで来れば思い出すでしょう。この角曲がって階段見つけたら降りる、はい、大丈夫です。じゃあ帰りは適当に一人で帰って、私はコーヒー豆買ってくるから。喫茶店の制服のまま来てんだ。俺もトウカちゃんと一緒に帰りたいんですが、うん、お、あ、それからあんたビビりすぎ、そんなんじゃ街で絡まれるよ。後ろの看板が気になるビビりすぎか。どうも。さあ来たよ。お邪魔します。お待たせ、ありがとうございます。はい、リオくんのマスク、ウタさんに渡された罪を開ける。さあどんなマスクなのかな。うお、マスクと聞いて自分が連想するのは顔を覆うようなものだった。ほう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 、これはあれだね、うかくかな。これはでも手渡されたマスクは眼球部分に大きな角があしらわれていて、顔のシルエットそのものを変化させるようなデザインをしていた。あ、そうなんだな。これ角蛇っぽかったから角蛇なのかなと思ったけど、会長を思わせる鋭い形状。自分の持っていたマスクという概念を崩してきた彼に対して、やはりこれを制御にしているだけのことはあると思った。君は自分が思っているより行動力があって自分の道を進む強さがある気がしたんだ。あー、やっぱりあれなんだね、さっきの選択肢で変わるんだね。ってことはうかくか。大きな鳥の姿が僕には見えたよ。気に入ってもらえたかな。気に入らないにしたらどうなるんだろうな。気に入った。はい、ありがとうございます。うん、よかった。マスクつけてくれるのが楽しみだな。それはつまり誰かと戦う時だ。現実感が湧かずに少し身震いした。争い事は苦手？得意ではないです。でもそうも言ってられないから。戦う理由があるんだね。ジェイルというグールを探してるんです。あー、でもまあそうだな、いつ戦うんだろう。ジェイル、まだまだ戦う気配はないけど、はい、そいつを引き渡さなきゃいけないんです。だから、ジェイルを倒せるぐらい強くならないと。まあ情報がないからね。まあ今みたいな、なんかさっき区を選んでたからいろいろ人に聞く感じかな。よくあるミステリーのゲームみたいな。ちょっとマスク貸してもらっていいかな。小型のカメラ。あー、なるほど、映像か。すごいな、どんだけハイテクなんだ。グールの世界に詳しい人なら知ってるよ。ヘルタースケルターかな。なんでこんな開けてんだろう、スペースを。お店を訪ねてみて。そこにイトリさんって人がいるから。彼女はとても物知りなんだ。鳥さんか、大丈夫でしょうか。わからない。アンテイクに勤めているならレンジ君に連れて行ってもらってもいいかも。レンジさんですか。ヨモレンジ、ヨモさんか。ありがとうございます。いろいろありがとうございました。さようなら。さようなら。いいえ、またおいで。トウカさんに聞いてみよう。おお、さあ帰ろうか。ってあれ、また迷ったのか。確かこっち。どうしよう、人に聞くなんてできないし、もう少し歩き回ってみようか。そんなに遠くには来てないはずだから、そのうちきっと。うわ、出やがったこいつ。今ちょっとネタバレをしそうになったが危なかったな。君、こんにちは。こんにちは。
模様鉢が光る。この人はグール捜査官。つい先日グールが大量に逃げ出す事件があったよね。路地を歩くときには気をつけた方がいい。そうじゃなくてもここら辺は柄の悪い連中もよくたむろしている。アモンさん、この区にいるのか、うん、学生かな。何か答えないと。え、若っ。15歳、学生です。うん、学生かなと聞かれて学生と答えるのが普通だろう。15歳ですって。それ学生じゃないって言ってるようなもんでしょうね。あーん、学校名聞かれると分かんない。マジで今の答え方間違いなの？そういうわけではないでしょ。家に帰ります。ああ、そうか。いやでも、うーん、道に迷ってたのは事実だけどな。なんか道に迷ってたって言ってたらその後もついてきそうだしな。あ、いや大丈夫なんだね。大丈夫です。まあ怪しまれてるだろう。今こっちは助かった。本当に助かったのか。うわ、すご、帰ってきてる。方向音痴、迷子にはならなかったかい。なりました。おや、まあそうだろうね。ハトに、まあここら辺の説明もいいでしょうね。たく、貧乏くじ引くのよ。とうか、そいつは土地勘がないんだ。お前がしっかり見てやれ。ヨモさんっぽいな。おお、ヨモさんいつもこのコート着てんな。あ、ヨモさん。ヨモ、この人がウタさんが言っていたヨモレンチ。なんとなくこの声聞き覚えがあるような。聞き覚えあるのか、うん、どういうことだ。なんかどっかでつながってんのかな。社会に不慣れなんだから。すみません、ご迷惑かけてすみません。あ、あんたが謝ったから余計私が悪者になるじゃない。どう言えばよかったのだろう。しかしいざという時の対処は覚えておくに越したことはないね。変なチョコ。あ、出た。まえん、コマさん結構好きだよ。喫茶店の時もグールの時もね。まえん、いつもここで遮られるんだよ。説明させてやれよ。まえんの結構すごいんだからさ。おや、はい、わかりました。まえんは豆のローストお願いしようかな。承知承知。草草生えるわ。下で待つ。準備ができたら俺のところに来い。お、これは、ああ、じゃあ、ヨモさんのとこに行く前にこのパートで終わろうかな。というわけで、お疲れ様でした。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。